はい、今回は岡山遠征でアイノックスさんにやってきました。スラム感のある市街地に森林を備えた複合型フィールドさんで、女子更衣室や自販機を備え、シューティングレンジもバッチリあります。セーフティーも意外と広く、電子レンジとお湯も完備でした。ではゲームの様子です。ルールは復活2回の殲滅戦、相手を殲滅すれば勝ちのルールなんですが、復活はスタッチに戻る必要はなく、10メートルバックで復活可能ため、戦線復帰がやたら早いルールです。少人数ながらも、前線を上げるのに工夫が必要な面白いルールとなっております。また、高台ではこの日終日使用禁止で、作戦としては、マップのこの辺りが少し高い位置になっているので、そこに陣取り、高低差を使った攻撃を仕掛けていきたいと考えています。お待たせしました。ゲームスタートです。予定通り高台を目指して左側をダッシュしていきます。初めてのフィールドさんなので距離感が分からず、この辺りが中間地点と予想しています。実際は今この辺り結構進んできた印象です。とブッシュで弾が弾かれ、しかも逃げられてしまいましたね。割と近い位置で敵さんがダウンしましたね。ということは前線位置はこの辺りで間違いなさそうです。少し前に進み、新たな車線で敵さんを待っていると、敵さんの供給が意外と遠かったですね。これはもう少し前に進めそうです。森の中に敵さんがいましたね。先ほどの位置にいたらやられていたかもしれません。おそらくこの位置より前に行くには相当数敵を倒さないといけないでしょう。慎重に索敵をします。ぼちぼち前に進んでいきましょうか。この後順調に進んでいき、最終的には森林エリアの一歩手前まで来て、タイムアップとなりました。続いては攻防戦の防衛です。防衛としては攻めてくる敵さんからフラッグを守りきれば勝利というシンプルなルールです。攻撃側は復活が2回ありますが、防衛側は復活はなしです。防衛側は限られたエリアでしか行動できませんが、好きな場所からスタートができます。ウィルスは中央の下側の方に展開し、この辺りから攻めてくる敵さんを阻害して時間を稼ごうと思っております。ちなみに場所はほとんど動いておりませんので、ハイライト気味にお送りできればなと思っています。お待たせしました。ゲームの様子です。開始から1分、まだ何も起こっておりません。と めっちゃロングレンジでしたね。この後正面から敵が来ないなと思っていると、まさかの真横に行きましたね。ここで冬物はヘリたちを上げつつ敵の進行を阻害し、時間を稼ぐ作戦に切り替えます。出てきそうな場所に派手に威嚇射撃をして、弾数がやばい。残り時間あと2分ぐらいのところ、同じ場所で目立ちすぎましたね。はい、続いては5分間無限復活の後殲滅戦。最初5分間は 10m バックで復活可能な無限復活なんですけども、5分経過後は復活できなくなり、そのまま敵を殲滅すれば勝利というルールです。5分経過時点の自分の位置が重要になってくるゲームですね。作戦としては1ゲーム目同様、高台に攻め上がり堀へ侵入、
市街地と森を抑え込み、5分経過地点で敵を包囲している状況を作り上げたいと考えています。スタート。はい、お待たせしました。ゲームの様子です。ちなみにルール説明のペンギンは岩飛びペンギンと皇帝ペンギンさんでした。予定通り高台に向かいます。一人逃しましたので一旦隠れます。一旦緊急回避です。体勢を立て直し、ブッシュ越しに攻撃して一旦下がってもらって引っ込んでくれたと思うのでこちらから攻撃を仕掛けます。車の足元を抜きました。予定通り森に侵入しましょうか。無事侵入できましたね。バリケードに張り付いて CQB 側を確認しますが、敵さんの動きはなさそうです。なので正面の森側を確認すると、正面の敵さんを倒したので前に進んでいきましょうか。とバッチリやられました。前線を取り戻そうとしますが、バシバシやられまくります。そして5分が経過して、後ろに下がろうとしたところをやられてしまいました。今回の動画はここまでです。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまたね。フィットでーす。